内問2、各地作図の問題です。まず問題の条件として、2直線 LM が垂直に交わっている、ここで垂直に交わっていると与えられています。条件1、条件2の両方に当てはめる円の中心を作図で求めなさいという問題です。条件1、円の中心は直線 L 上にある、このどっかにあるということですね。条件2、円 O は点 B を通り、点 A で直線 M に接する。こういう問題の場合、一番ポイントになるのは、円の半径と接線は直交するということです。でもこの場合も直角を与えられているから、あとは簡単ですよね。あと A と B の両方を通るという意味です。接するってことはそこを通るってことだからね。ですから円の中心は A と B と等距離の点、等距離にあります。半径が一緒だから。ということで使うのは辺 AB、線分 AB の垂直二等分線。AB の垂直二等分線を引けば、それが2点から等距離の点の集合なので、その直線上に円の中心 O はあります。コンパスの幅は適当に A から、でコンパスの幅は変えずに B から、この2点が決まりました。この2点を結ぶ線が線分 AB の垂直二等分線です。円の中心、2点 AB を通る円の中心もこの直線上にあります。ここで条件丸1、円の中心は直線 L 上にあるということで、ここが O だと決まります。実際こう円を描いてみてもいいけど、そこまでやれてないんでね。中学生が使うコンパスだとそこまで正確には描けないんで、でも興味あるだろうからやってみようか。全然やってみて構わないんでね、うまく B を通ってくれますね。ちょっとうまく描けなかったけど、はい。